それは俺が太ももが好きだからだ。ユナにボコボコにされて意識が朦朧としてきた。骨になった。これからずっとこの姿のままなのか。どうかのやつどこ行ったんだろう。いや、この反応バレてねえぞ。ユナ殿、国王に金をもらうために王都へ向かっていた。勇者様の姿だから許せてたのに。五感も人間としての機能も全てそのままだ。そういう問題じゃねえ。だからそういう問題じゃ、なんとか魔力を上げて肉体を再生しねえと。アンリが勇者に入れば再生するんじゃ。トーカ殿が廃人になってしまうのは耐えられない。そんな危険な魔術を無断でかけたのかよ、うん、いいこと思いついた。 お久しぶりです国王。いいことって何よ。まずは聖剣を顔の形にして。大根を肌色にするのによく使ってたからな。全言撤回して勇者シオンよ、今日は何用だ。いえ、冗談ではなくてですね。3年前武勲を挙げた者たちの中で。本当もクソも俺は金にしか用はねえんだよ。クソ、どうする。どうすれば金がもらえるんだ。ならば余と手合わせをしに来たのだな。いえ、マルグリッタの方でした。あの勇者、お姫様との結婚を断ってたのかよ。いや、あの国王の娘、ゴリラみてえな女なのかもしれん。ゴリビ少女、お久しぶりです、勇者さん。呪いなんだ。悪魔に骨にされちまって、そいつを隠すためにマスクを。ごめんなさい。姫と結婚は美味しい話だが、まあ悲しむ美女がいるからね。ですが勇者様のご活躍を耳にするたび、憧れと尊敬の念を抱いてきました。あなた